こんにちは。2017年6月17日です。北海道道民の森にやってまいりました。石狩郡東別町と樺戸郡月形町に、またがった地域でございます。全部で5つのエリアがあります。ここは森林リクリエーション施設で、水源の森100選にも選定されているところです。今日はこのうち2つ、月形地区と一番地区を紹介させていただこうと思います。この音は後から入れさせていただいております。月形地区なんですけども、北海道、札幌から北上いたしましてルート275を北上いたします。このルート275は12号線と海沿いを走りますオロロン街道の真ん中を走る道路です。信号が少ないのでトラックの利用が多いルートになっております。ここを来ますと、札幌から70キロぐらい走りますとこの月形町にやってまいります。そしてくねくね細い道を走りまして、この月形地区に入るんですが、途中森の中を走ります。そこは、熊出没注意という標識が出るようなところです。この月形地区にやってきたんですけども、駐車場は第1と第2、2つございました。車は私の車1台だけ、あとは、スタッフの車が2台ほど止まってたということです。この地区は水事施設とかが整っております。そしてオートキャンプはできません。いわゆるテントを張るか、テントを張ってそこに泊まるということのようです。そして体験工房がございまして、ここで予約が必要だそうなんですが、700円で、焼き物の材料代と指導をしてくれるようです。そして電気ガンもありまして、1日2回ほどスイッチを入れてくれるようなので、焼くことができます。そして、一晩キャンプをして次の日その焼いてもらったものを冷えてから自分で持って帰るということができるようです。そして、この月形地区の奥の方に、一番地区というのがあります。この一番地区はオートキャンプ場といわゆるテントを張ってできる設備の整ったキャンプ場です。音は後から入れてるんですが、この一番地区に関しましては設備がかなり、整ってあります。オートキャンプするときは、1台2800円と、そして、キャンプのポイントには電源もありますし水道もキャンプしてます。揃っております。そして車と車の間隔が広く取っておりますので、横のことを心配することなくキャンプができるようです。皆さん、車とプラステントウォーニングを用意されているようです。ちょうど着いたのが声ついたのがちょうど昼近かったんで、皆さんなんか食事の用意して、バーベキューのいい匂いがしてました。全部で50台以上止めるようなんですが、見た時は10台ちょっとが止まってありました。そしてこのオートキャンプ場の、奥の方にはテントで、泊まるテント専用のキャンプ場があります。ここも設備は整っております。そして、五右衛門風呂といいますかお風呂が用意されてました。行った時にはちょうど薪を燃やしましてお湯を沸かしている状態です。このお風呂に入れるのは宿泊を申し込んだ方のみということのようです。こちらの方が確か値段が安かったと思うんですけど、500円かそのぐらいだったと思うんですけども、結構利用されている方が多くいらっしゃいました。車は中には入れないので、その上の方にあります駐車場に車を置いて、下の方のところでテントを張ると。でしかも川が流れてますので、そこで、釣りもできますよということのようです。
天候も良くて、今日は土曜日ということだったんで、もっとたくさんお客さんがいるかなと思いましたら、まだちょっと早かったようです。多分7月の夏休みの頃になりますと、家族連れで、たくさんの方が来られるんじゃないかなというふうに思います。このキャンプ場の奥の方には登山道がございます。ここから歩いて、ピーネだったかな、その山に登山することができるようです。またこの月形地区と一番地区、地図で見ると月形、富良野と同じように、近く見えたんですけど、まあ、近く見えました。それでまあ川並みもする必要ないな、どうせ一本道だなと思いまして、一番地区に向かったんですけども、どう考えてももう着いてもいい頃だなと思うぐらいの距離でした。ですから、カーナビで、セットして行かれることをお勧めいたします。またこの他にあと3つほどあるんですが、これはまたこのルート上ではなくて、ちょっと他の道に入って行くということのようです。こちらの方はまた後から、まあ、紹介できたら紹介させていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。本日はご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。失礼いたします。